で、どうしますか、ご主人様。やるか、強行突破。でもでも、王国騎士団には勝ちましたよ。おい、すず、ガイドブックに要塞の攻略法とか書いてないのか。どんなガイドブックよ。フロスト要塞は樹氷宮殿を利用し、それをベースに建設された天然の要害で難攻不落とも言われています。だって。こっちの事情をフルオープンにするのじゃダメなんです。かえって疑われそう。そもそも？じゃあ八方塞がりか。誠意です、誠意ですよ皆さん。誠意を尽くして説明すれば通じないことなんてありません。ちゃんと事情を説明しましょう。えへへへ。主よ、不測の事態が起こった。そんなのカッツォに乗り込んでたからに決まってるだろ。ご主人、私は一応止めたんだからな。仮にもドラゴン娘たちを滑る女王が島から離れていいのかってよ。セレンよ、わらわは仮ではなくドラゴン娘たちを滑る正真正銘の女王である。それなのにいつまでたってもわらわを女王と呼ばぬとは。いいな、そうではないのだ。実は夜が明ける前にこの大陸へ近づいてくる強大な闇の気配を感知したのだ。それってまさか。うむ、おそらくあの気配はマウロで間違いないだろう。それはわからぬ。ただこうしている間にもマウロは近づいてきている。わらわはあれを見つけ次第捕らえなければならない。よいよい、わらわはマウロのことを主に伝えに来ただけだ。あれの処遇はわらわに任せて、主らはなさねばならぬことに集中してもらいたい。セレン、主の護衛は任せたぞ。しっかり務めを果たすのだ。任せとけ。あれが大陸のどこかへ降り立つ前に見つけるつもりだが、万が一遭遇することがあるやもしれん。主、くれぐれも気をつけるのだぞ。なんだか嫌な予感がするな。これってエンカウントフラグだったりしないよね。どういうこと？つまりマウロさんだっけ？彼女の目的も私たちと一緒だったりするかもみたいな。まさか。だよね。妄想が現実になったよ。妄想じゃない。おいおい、どうするよ。どう見たってあのモンスターたち樹氷宮殿へまっすぐ向かってんじゃねえか。
仕方ないわね。始めるわ。闇にひらめけ！楽しそう！燃やすぞ！それ！うわ！痛くしないでください！ゾンビ娘は不死身だ。いい声で泣きなさい！腹貸してあげようか！娘は不死身だ。ダメ！パワーです！力貸してあげよっか。いい声で泣きなさい。娘は不死身だ。パワーです。いい声で泣きなさい。やりにひらめけ。それ、うん、力貸してあげよっか。不死身だ。やったー！いたずら大成功だよー。